不器用さんでも超簡単にスヌーピー巻きができちゃうんです。こんにちは。こんにちは。みさきです。渡辺です。はい、はい、始まりました。みさきの部屋です。はい、よろしくお願いします。お願いします。お願いします。今日は、うん、スヌーピー巻きという巻き方をやっていきたいと思います。はい、これを、ストレートアイロンとカールアイロンのやり方っていうのと、束感の作り方とアイロンの入れる角度っていうのを分かりやすく説明していきたいと思います。なるほど。はい、普通にコテとかアイロンで皆さん巻くときってね、毛先の束感が綺麗にならなかったりとか、ちょっとパサついて見えたりとか、あとはこうのぺっとして立体的にならないっていうことが結構多いと思うので、はい、今回のね、このスヌーピー巻き、耳みたいな感じかな、分からないけど、こういう感じですね。そうね、っていうのはやっぱりこう立体的に見えて、あとはね、束感だったりとか綺麗にやっぱりなってくれるので、バランスが結構取れる巻き方になるかなと思いますので、いつもね、綺麗に形がならないって方はぜひ参考にしてみてください。それでは動画スタート。スタート。まずはストレートアイロンでの巻き方を紹介していきます。今日はこちらのストレートアイロンを使っていきます。巻くときに必要なのはこちらのラクカールとスタイリング剤のこちらのオイルを使っていきます。こちら側をアイロンでやっていきたいと思います。だいたい鉢植えの表面の部分を指でざっくり分け取ります。で、ラクカールで留めておきます。下の毛先の部分をまず外羽にしていきます。アイロンで外羽にするときは中間から滑らせて、滑らせながら外に流していきます。中間から入れて、滑らせながら外に回転していきます。ではやっていきます。中間から滑らせながら外に回転させていきます。こんな感じで巻いていきます。こんな感じで外羽を作ります。表面のダッカールを取って、今度は表面の部分を内巻きにしていきます。内巻きは先ほどと反対で、中間から入れて内に滑らせていきます。ではやっていきます。中間から入れて内側に回転、こんな感じですね。こんな感じで内と外が交互になるように巻いていきます。次に表面にカールをつけていくんですけど、この時はアイロンを縦に持ちます。そして中間から入れて回転させながら一回転して滑らせる。ちょっと難しいんですけどやっていきます。だいたい 2,3 センチくらいの少し太めの束で表面の部分を持ちます。面を少し綺麗に整えてからアイロンを入れます。だいたい中間くらいから入れて一回転させて、このまま滑らせていきます。もう一箇所少し間を空けて、その後ろの部分ですねも同じようにやっていきます。こんな感じで2箇所巻きます。こちら側はストレートアイロンで巻けました。反対側はこちらの 32mm のコテを使って巻いていきます。同じようにだいたい鉢植えで表面を取り分けます。で、ザッカールで留めておきます。下の部分は外羽で巻いていきます。コテの入れる角度は水平、挟む部分を下にしておきます。この時にこっちから入れると顔に当たってしまったりとかするので、できれば後ろからコテを入れてあげるとやけどしにくいのでやってみてください。コテのこの幅よりも少なめで束を取ってあげて、中間からそのまま滑らせながら外に跳ねていきます。この時に挟んだ時にそこで止まってしまうと型がついてしまうので、
できれば挟んだ瞬間に滑らせてあげると変な肩がつかずにできるのでやってみてください。ではやっていきます。固定を挟んで滑らせながら外跳ね、こんな感じで外跳ねを作ります。表面のダッカールを外して今度は内巻きを作っていきます。固定の角度はさっきと反対で、挟む部分が上に来るように持って床と平行で持ちます。中間から滑らせながら内に巻いていきます。中間から滑らせながら内巻き、こんな感じで外と内が交互になるように巻きます。そして表面の束を巻いていきます。ウェーブを作るときはさっきはアイロンでは滑らせてこういう風に抜いていったんですけど、固定の時は床と平行で挟んで一回転させてそのまま下に抜きます。さっきと同じくらいの束を持って外巻きなので前から挟みます。挟んで一回転させてそのまま下に抜いていきます。こんな感じでウェーブができます。最後にスタイリング剤をつけていきます。オイルを3滴くらい出して手のひらに均等になるようにオイルを伸ばしていきます。そして内側からつけていきます。この下の部分がパサついてると全体が均等に見えないので、内側から外側に徐々に伸ばしていきます。足りなかったら足していきます。最初から一気につけすぎてしまうとベタついてしまうので徐々に足していきます。毛先の方をしっかりオイルをつけてあげると束感が出やすいので、しっかり毛先をまず潤わせていきます。最後に巻いた表面のウェーブの部分を少し広げながら整えていきます。こんな感じで全体つけました。はい、ということでね、はい、スヌーピー巻き出来上がりました。どうですか？はい、ありがとうございますどうでした？やってみて、ほんで実際結構カールのつき方がやっぱりストレートアイロンとアイロンで違うんですけど、うん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 、カールがつきにくい人とか、うん、取れやすい人とか、あとカールがきつい方が好きな方はこちらのストレートアイロンでつけてあげるとしっかりカールがつくのでおすすめです。なるほど、はい、はい、でコテを使う時はこういうちょっと緩やかなふわっとした印象をつけたい方はこちらの、今日はちょっと32ミリで太めでやったんですけど、こちらでやってあげるといいかなと思います。きつく巻きたい人、ナチュラルに巻きたい人みたいな感じでね、あ、そんな感じですね使っていただければと思いますので、はい、ぜひ皆さんね、その感想も取り入れながら試していただければなと思います。はい、今日もね、動画最後まで見ていただいてありがとうございました。ありがとうございました。今後もね、綺麗で可愛くなれるような動画をね配信していきたいと思いますので、はい、またよろしくお願いします。お願いします。はい、この動画が良かったらグッドボタンと、あとチャンネル登録と、あとねベルマークを、はい、押していただければと思いますので、ぜひその辺もよろしくお願いします。お願いします。はい、それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。Thank you.